ドジャース・大谷翔平投手30の今年の経済効果が約1168億1181万円と試算されるとなのか関西大の宮本勝弘名誉教授が発表した。この非常に大きな経済効果は、1人のアスリートの活躍結果というレベルのものではない。大家選手がコマーシャルに出演している企業が信頼を高めて、それらの企業の品物やサービスを購入するという。 社会現象が起こっているつまり王や選手が社会現象として経済効果を拡大していると述べた米国内の直接効果は観客動員の増加や消費増加額年俸・放映権収入・広告料など約446億7954万円と推計された日本国内の直接効果は観戦ツアーグッズ売上など 約540億7954万円と推計された。直接効果と一時波及効果は約886億9045万円で、二次波及効果の約281億2136万円と合算すると、約1168億円1181万円となる。エンゼルスに在籍した昨年は約504億1008万円で、 遺跡によって約2、3倍の経済効果を生み出した。